皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゲイコちゃんです。ふわそう、俺結構ちょっと前にさ、動画のネタでさやってるじゃん、上半身裸とかでさ、海鮮丼になってみたとかなってみたね、海鮮丼の中でガチャ引いてみたとかさ出してるな。なんかねYouTube 結構厳しくなってきてるらしくて、乳首出すと男も NG らしい。うん、なんかバンになるらしい。今後俺は裸になるときは乳首に絆創膏貼ってチャレンジしていこうかなと、絆創膏チャレンジしていこうかなと思っております。はい、そんなわけで今回なんですけれども、ガチャでレッドスターズ来てるんですよ。レッドスターズみんなあんま引かないでしょこれ。俺昔のかなりの宿敵ガチャだったんですよこれ。一番右下に座してらっしゃるランスロット X、 通常ランスロット X、 ランスロックス、こいつがマジで出なくて50万ぐらい突っ込んでやっと1体出たみたいな、そういう塩梅、うん、いつも100連射で出なかったんですよ。なのでレッドスターズの限定キャラって基本的にすげえ出にくいっていうイメージがある。さあ見ていこう。ラックマックスしていないラック順、これ今回ね目的が一つあって、本当のね、はい、火だよ。これ構える、天界の外科医構えるが今ラック95なので、1体でも当たれば右極だよーい。なのでこの構えるをマジで狙っていきたいと思います。他にもねザービエルだったりとかも運極に近いんでね、うん、非常に近い存在になってるんで、うん、ここら辺もちょこちょこと狙っていけたらなというところで底上げしていきたいと思います。運極戦隊まで頑張るぞい。今日じゃないよ、今日戦隊ですよ、やばいからね、死ぬほど課金したくちゃ、何千万も。じゃあ行きます。いやカマエルが欲しい、カマエル、これマジマジマジ、いくよ、ストライクショット。ああ、構える。え、ザビエルじゃん。待って、ザビエル、ザビエル。あ、すごい、なんかアリス作った人、なんだっけ、おじさん、ルイス・キャロルっていうおじさんね。と、ザビエル。加藤清正。こう見るとさ、これ全部男だろ、本当は。全部女体化してんだよ、これ、よく見たら。やばいな、女体化フェイス。うん、すごいな、本当に。まあ、とりあえず、まあいいや。行きましょう。あ、そう。フラパなんだけども、フラパの2日目って、多分 M4 とかの出演がないのかな、と分かんないんだけども、私、フラパの2日目はいないので、2日目会場、私歩き回ってないので、もし私に1秒でも時間割こうと思ってらっしゃる方、私、デイ1にしかおりませんので、そこだけお気をつけください。デイ1でね、見かけていただいた皆様、ぜひぜひ、お気軽にお声掛けください。はい。構える、カマーン。あ、孫悟空ね、はい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 、如意棒だよね、重心化するのは君じゃないんで、君の武器なんだよ、うん、先に如意棒が重心化しちゃうというよくわからない事態になってますね、孫悟空さん。カマーン、構える。え、嘘、孫悟空じゃん、また君の武器だけが先に重心化しちゃうね。なんで行きましょう。いや、構える欲しいな。うん、左2回転プリーズ NO。 構える構える、来いよ。あれ、やばい、嘘、あ、武田信玄、あ、武田信玄だろ。ちょっと混ぜ混ぜしていい？武田信玄は全然上じゃなかった、勘違いブスになっちゃった俺。さあ95です、彼女 もうマックスに近いですね。サラマンダーもそうだしね、メイちゃんは90のままか、そうだよね、そこまで、ちょっとチェケラッチョさせて、ここだけ前田違うね。 OK、 いきましょう。いや、まだ467個ありますから、全然何も問題がないんだよ。No
確定が来ないね。そう、あ、甘いわ、甘いわ、その考えが甘いわ、うん、そんなの、そんなストライカーダメだわ、甘えん坊ストライカーダメだわ。あ、嘘でしょ、嘘やん、いや、マジかよ、いや、マジか、これ嬉しいな、普通にシンプルにこれね、運極持ってないからザビエル、いや、ありがとうございます、本当に紋章力が高まる、最高じゃないですか、いや、あんた最高、オッケー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 、一人卒業しましたよ。さあ、続きまして卒業するのはどちらの方なのか、サラマンダーな気がしませんか、皆さん。ピッ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 、サラマンダーが来そうな気がするな、構えるよりも先にね。待って、メイちゃん、メイ、なんかすごくない今日は狙ったかのように出るんだけど、なんでそのトップ層がやば、メイちゃん急上昇、急上昇乗ってるよ今、そろそろ確定みたいな、そうだよね、ですよ、あー確定だーい、背徳ピストルとかやめてね、ここでさすがにそれやめてよ、これカメラにしてよ、ちょっと待って、うわっ、うわ、何このガチャ、星4号のキャラが2種類しかいねえ、え、何よりもこれやばくない、これちょっと待って、一気に来たんだけど、でこれサラマンダーだったらもう終わりですよ、完全終了、一番綺麗な形で過去最強に、史上最強にサラマンダー、あー、それは甘かったか、実質サラマンダーみたいなもんでしょこの子は、いやこれはえぐいな、これえぐいな、嘘やん、え、嘘嘘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 嘘、すげえ、マジかよ何この動画、どうしてしまったんだよ一体全体、何が起こってるんだよ、まあ、これもめいちゃんも嬉しいですけども、もちろん紋章力上がりましたね、こっちですよ、これやばいですよ、これうわマジかよ、これそんなことがあっていいのかよ、わおわお、これやば、構える運極やばくない、シンプルに、うわえぐ、すごいな俺の変態ボックス、あ、ブレインフィールドも87だったんだ、ってことは92、結構ね、お熱い女性になってきたよこれ、じゃあまだね、これミカエルがいるんでね、ちょっと狙っていきたいと思います、孫悟空もすごい上がってきてるな、さっき当たったもんな、3体当たったんかい、80ってじゃあ行きましょう、サラマンダーですね、サラマンダー、ほい、シンプルに普通に今回からガチャ引き始めて、その動画の中でそれを運極にしていく数でいって、これでサラマンダーが当たったら過去最大じゃないですか、マジで動画の中で、あ、やってるよこれ、まあまあまあいいでしょ、サラマンダーで綺麗に締めようよ動画をね、ここまで来たらサラマンダー出ちゃってもいいと俺は個人的には思ってる、サラマンダーこの、え、ストライクシャット、どうだサラマンダー、どうだ、カモーン、サンゴ、サからスタートしてはいるんだけどね、すっぺー、あと20連、まあ、100連以上になっちゃうけども、まあ許してくれよ、だって波が来てるからね、
乗るしかない、このビッグウェーブに。いやいいんですかい、あっブンブン、いいんですか本当に。ミカエル、え嘘やん、これ今日どうした、今日どうした、俺やってんじゃん完全に。完全に2回転しか来ないしな、あの確定数一番マニアックなやつ来てるわ。最後にサラマンダーだよ、フェニックスじゃなくてね、頼む最後だからなんか出てよね、頼む。やかましいな、まあ、爆死したらこれだったらいいけどさ。サラマンダー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 キャマンマンサラダ。はあ、そうそうじゃねえかおめえは、おめえじゃねえんだ。あーもうそうだね、ちょっと微妙になっちゃったね。最終的にはまあちょっと落ち着いちゃいましたけれども、うん、これ机読み書いてる人だよね、そっくりやん机読みと。はい、まあいいやその音は。まあそんなわけで今回はとんでもない数の運曲ができましたね。なんか初めてこんなにレッドスターズがいいガチャだと思いましたよ。ただ騙されちゃいけない、これは仮初めの姿だ、なかなかその限定っていうのはなかなか出ないからね、限定属性ガチャか。はい、そんなわけで以上キコちゃんでした、バイバイ。